相模原は、あの選手の、ね、緊張がすごかったね、最初。で、戸田さんのインタビューも見たんですよ。夫人541でワントップがアンカー切りながらいけるタイミングで前行って、シャドウも行って、ウィングバックも行ってって感じではめてくるのかと思ったら、実際は541とか行ってなかったんで、ただ、なんか入りのところでちょっと後ろ、後手後手回っちゃったみたいな。青が相模原すると この形で、5、5、4、2とか五二3か。5、2、3で、どっちかに寄せていくみたいな形で、相手の中盤を抑えながら、出てって、で、こっちにパス出したら出てく。で、こういうところ取る選手に対して、ウィングバック出てくるかと思ったら、ここのね、ズレが遅くて、ここ全体のスライドもすごい遅かったから、そう、だから結構選手がね、めっちゃ硬くなってるように見えて、あとあの、えっ、ー、と、ガイナーれ鳥取が結構キーパーを使って後ろ逃げれたりとかしてたから、 と思ったよりプレイスはまんなかったんで。で、あとね、ビルドアップの時に、スリーバックの立ち位置がさ、ウィングバック高い人いるんだけど、画角的にここしか伝えない。ここの立ち位置はわかんないんだけどさ、このスリーバックの立ち位置が、こうじゃなくて、こう開いてこうなってたんですよ。で、キーパープラスツーバックでやるから、ここの距離長くなりすぎて、で、キーパーに戻すとキーパーはこうキャリーできないじゃん。まあ、してもいいんだけど、ね、いくらチャレンジ的なことになるか。 その後こう飛ばすしかなかったりとか、ここから横に逃げた時に、サイドフロント気味になって、ここからどんどんプレスはまってってなってたから、あ、これまずいなと思ったら、後半からちゃんとスリーバックになるようになって、で、それはやっぱり立ち位置修正したって言ってましたね。誰に似てるかっていうと、戸田さんのサッカーあの、あれですね、コンテですね。ファイブバックベースなんだけど、前からのプレスとか約束ごと決めて、撤退守備の時には、この一番危険なエリアに人がいるみたいな。めっちゃコンテっぽかった。 で前もね、日本代表どういう風にしますか、あなたなのみたいなやつで、5バックの53に提唱してたからで、戸田さんってすごい、なんかリスク管理した発言とかそういうの目指すから、すごいね、やっぱりで、完璧主義者だろうし、その監督としてのインタビューとか聞いてると。 日本のコンテっぽいなっていうふうに思いましたね。チャンスを増やしてピンチを減らすっていうふうにしようとすると、原則って重要になってくるし、ファイブバックっていうのは、一番危険なエリアに人が多くて、失点しにくくて、で、デザイン性高めたらファイブバックでもハイプレスってできるから、結構そういうサッカーになるんでしょうね。フォーもファイブもね、試合の中で動きますから、実際に、戸田さんも、あの、ファイブとかフォーとか決めてない,ってい。実際、ここね、捕まえに行って逆サイドがさ、スライドしてきたら、この瞬間はフォーバックなんですよ。だけど、 ここ捕まえに行ってなくて撤退するときだったら5バックだし、こっち側別に、ね、2人で3人押さえられる状況だったらこっち側別に残ってても一応理論上はいいから、だからそういう数字で見てないという風に東さん言ってんのかなとかに、ね、インタビューとかも見ても思いましたけどね。ワントップの選手が、ちょっと名前までまだ相模原選手覚えてないんだけど、その選手がため作って裏使うみたいなので。 ね、同点ゴール決めたんだけど、その選手が起点になって、やっぱりどうしても5、あの 5, 2、3で前からのプレースはまってないとさ、5、4、1になって、長い距離のカウンターになるじゃん。だ前線のやっぱため、ジルーだったりケインみたいなタイプが必要になるから、それでその真ん中の選手変えたのよ。でも、押し込まれてて、相手のサイドバックの裏とかスペースあるから、トップがこう流れてってチャンスくるタイプ欲しかったんだろうなと思って、で実際にこう、モビリティと加速力が必要だと思ったみたいな。でそこがねちょっと インタビュアーの人の書き起こしなのか、ちょっとごじってって何言いたいかちょっとわかんなかったからそう、ごめんね、ディスではないんだけど、わかんなかったんだけど、でも、まあそういう選手にして、攻撃の起点がいなくなっちゃったから、ああ、この采配、はい、どうなんだろうって俺思ってたの。したら、戸田さんもインタビューの中で、俺その試合見た後にその戸田さんのインタビュー見たんだけど、あの、トップの選手はまだ残しててもよかったかなって思ったんですけど、みたいに言ってて、なんかそれがね、ちょっと嬉しかったよ。なんか、やっぱそう思うよな、みたいな。 でその後に足つった選手たち出てきたから、ちょっとファイブバックやれなくなって、ファイブバックの真ん中の選手がもともとね、フォワード出身の選手だったみたいな、なんか、選手本人自身もまさかセンターバック任されるとは、こなんあ、そう、栗原君。栗原。そう。でそ、その子をワントップに上げたから、あ、こういうことやるんだみたいな、ファイブバックだけど、トゥーリオ的な使い方するんだと思ったら、足つって真ん中できなくなっちゃったみたいで、前に上げたみたいな。あ、だ応急処置だったんだと思って。結果 フーバックの守備になるとボールデータとかのスライドした時に一番奥とか開きやすくなるじゃんそこ疲れた失点だったんだよただなんかやりたいことがすごい見えてくるというかこうね日本の監督でそういう監督って本当少ないですからあこういうことを考えてやってるんだろうなみたいなのが見えて面白かったですけどねでもまあ相模原に関しては2説目がすごい楽しみになるようなまあ、そういうサッカーしてましたね そうだから2節、3節って見てたとき、ああ、こうなってくんだみたいなのが多いと思いますね。あと、何番だったかな、ボランチの選手でね、そ両利きみたいな、すげえね、左右に振り分ける上手い選手がいて、ああ、この選手がキーマンなんだろうなみたいな、っていう選手がいたんだけど、そ,うその選手、だまあ全体的にあのみんな、なんかすごい硬い感じで、21人新加入で、J の経験ない選手も多いらしいから、本当、こっからどんどん良くなってくるんじゃないですかね。そうそううすごい緊張が あの画面越しに出てるからね、そうそう、で、実際に東田さんのインタビューでもそう書いてあったから、やっぱそうなんだみたいな。でそういう風に試合見た後インタビュー読むの楽しみな監督で、いい監督であってほしいっていう思いが強くてね、ポジティブな方になりすぎてなかったらいいなって思いますけど。